どうも高井です。重要なことは本に載らないミスリード。この本は非常に良心的な本ですが、会話の非常に重要な基本中の基本というのは全体の中でも240ページ中 1.5 ページ程度にまとめられています。たったの 1.5 ページ。残りはどんな風に話したら影響力が出るのか、どんなシチュエーションだと影響力が増すのかっていうことについて書かれている。っていうことは、ほとんどの人が 1.5 ページの内容にあまり見てなくて、セリフの量がだいたい7割かな ?6 割かな?多ければ多いほどそっちに目が移るし、基本的に掛け合わせだから好きなものから使ってねみたいな書き方がしてる。ってことは楽な方からやりたがるんですよ。そうすると地味でシンプルなものに対して目をあまり入れていかない。結果としてたとえこれだけいい本だとしてもみんな実践しなくなっちゃうんですよ。しかも 1.5 ページ分の内容を240ページには広げられない。薄味になっちゃうからね。もはや Kindle で出すしかないんじゃないかなって思ってます。コミュニケーション能力の基礎っていうのを本に出したら、もしかしたら日本の人たちって話が上手くなるんじゃないかなと思ってます。ただそれでもね、この本いい本なので読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。